皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は私と一緒に八王子に行きましょう。八王子駅は東京にあります。新宿駅から八王子駅までは中央線の通勤快速で45分くらいかかります。八王子駅に着きました。はい、これが八王子駅前の様子です。かなり栄えてますね。いろんなお店があるし人も多いです。ちょっと地図を見てみましょう。そう、京王線の八王子駅もあるんですよね。私は JR を使ってここに来ました。八王子に来たのは多分初めてです。で、今日は午後友達と会う予定があって、で、八王子でちょっと撮影してみようかなと思って、何の予定も決めず、とにかく午前中に来てみました。だからどこに行こうかとか、どんなお店で撮ろうかとか、何を撮ろうかっていうのは決めていません。とにかくまずは歩いてみたいと思います。ちなみに今日は5月です。5月に撮影してます。5月27日です。ちなみに今日の今の気温は25度です。結構暑いです。レンガ通りという通りがあるので、ここをちょっと歩いてみます。さて、皆さんに問題です。そこにスタッフ募集中と書いてありますね。あの中はどういう意味でしょう。はい、あれは何々しているの意味です。はい、だから今スタッフを募集していますという意味です。何々中はよく使いますね。例えば運転中、運転中、今運転しています、これは運転中。あとは食べているところです、今食べています、これは何て言いますか。これは食事中、食事中。あと、もし勉強しているだったら、今勉強中です。このように使うことができます。あ、クリーニングの店がありますね。クリーニング、クリーニング屋と言ったりしますけど、どんなお店でしょうか。わかりますか。よいしょ、こっち渡ろう。クリーニングは服をきれいにしてくれる店です。服だけじゃなくて布団とかね、そういう、まあ、布でできたものをきれいにしてくれるところです。私も時々クリーニング屋に行きます。自分の家で洗えないもの、例えばスーツです。クリーニング屋に持って行って服をきれいにしてもらいます。あ、きれいだね。こういうのんびり歩きながらちょっと話すみたいな動画、皆さん好きですか。どうですか、ちょっとコメントで教えてください。日本にいる人はよくこういうね、階段を見ることがあるかもしれません。これ名前があるんですけど、なんていうか知ってますか。これは信号がないところによくあります。あそこにね、答えがあるんですね。はい、歩道橋と言います。こっちからこっちまで渡りたいけど信号がなくて渡れないっていう時に、この歩道橋を渡って向こうに行くことができます。歩道橋、歩道橋。あ、ちょっと登ってみようか。はい、上から見るとこんな景色です。近くに小学校がありますね。今日土曜日だからそんなに車は多くないんですけど、もしかしたら平日は多いかもしれませんね。シフォンカフェだって。なんか可愛いお店ですね。しかもすごいフレーバー多いですね。いろんな味がありそうですね。ちょっと取れるかわかんないんですけど、お店の人に聞いてみます。
今突然シフォンケーキのお店に入ってみたんですけど、すっごいいろんな種類があって美味しそうで、お店の人に聞いたら撮影してもいいですよということだったので、ちょっと店内の様子を映します。もう見てるだけで可愛い。シフォンケーキもあるんですけど、こういうクッキーもあります。くるみクッキーとかチーズクッキー、チョコチップクッキー、紅茶クッキー美味しそう。あとはバターケーキもあります。バラのフィナンシェ、これも美味しそうだし可愛い。一個ずつ買えるのがいいですね。お店の名前はシフォンカフェボンムーというお店です。概要欄にお店の情報を貼っておきます。こちらがシフォンケーキです。種類多くないですか？すごいですね。なんか珍しいのもありますね。いちごミルク、ラムレーズン、黒糖くるみ、あ、和風っぽい黒ごまとか、よもぎもある。あ、これは皆さん読めますか？季節限定ですね。フルーツトマトもある。え、カスタードバナナ、美味しそう。え、味噌もある。面白い。もうしょっぱいのと甘いのって合いますよね。かぼちゃとかアールグレイとか、すごい。シフォンケーキだからすごく柔らかそう。ふわふわしてますね。プリンもあるし、あ、キッシュも美味しそう全部美味しそう。あとこっちはカフェとしても利用できるんですね。イートインメニューと書いてあります。シフォンケーキもあるし、あとはプレートもあるし、キッシュも食べられるそうです。美味しそう。じゃあクッキーとシフォンケーキを買います。かわいいカゴ、この中に入れましょう。入れます。紅茶クッキーもいいね。紅茶クッキーと、あと自分用に買おうかな、くるみクッキー。これ私の友達のじゃなくて私の分も買います。どうしようかな。すいません。じゃあこちらと、はいはい、あとバナナ一つと、はい、あとチョコチップ一つ、あとキャラメルを一つ、はい、お願いします。シフォンは3点でよろしいですか？はい、3点で。別々に袋にお入れしますか？あ、そのままで大丈夫です。今お店の人が別々に袋にお入れしますかと聞いてくれましたね。冷たいものと冷たくないものを買った時に別の袋にお入れしますかとか、袋お開けしましょうかと聞いてくれることがあります。ケンタッキーの動画でも温かいのと冷たいのと分けてくれました。日本で買い物をする人は覚えておくと便利なフレーズだと思います。手提げのビニールはお持ちですか？あ、持ってないのでつけてもらってもいいですか？はい、4円かかりますが大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ご自宅用ですか？はい、自宅用です、はいはい、ご自宅用ですかについては愛知 Vlog で説明したので、わからない人は見てください。そうしましたら全部で7点で1250円になります、はい、クレジットカード使えますか？ごめんなさいね、ペイペイか現金なんですけど。わかりました。はい、はい、現金でお願いします。お品物こちらになります。シフォンケーキの賞味期限は3日間になりますので、今日召し上がらなかったら冷蔵庫入れてください。わかりました、はい、ありがとうございます。あ、すいません、あの、はい、インスタに投稿するときに、はい、あ、じゃない、 YouTube に投稿するときにインスタのアカウント、こちらもタグ付けとかしても大丈夫ですか？はい、
大丈夫ですか？ありがとうございました。すいません、お手数おかけしました。ありがとうございました。見てください、八王子駅から羽田空港と成田空港行きのバスが出ています。これは便利ですね。ここが京王八王子駅ですね。 JR じゃなくて京王線で来ることができます。八王子駅まで360メートル、楽器屋さんがあります。薬局もあります。皆さん、あそこに処方箋って書いてあるの分かりますか？処方箋受付。これよく質問来るんですよね。処方箋っていうのは病院でお医者さんから処方箋というものをもらいます。何かっていうと、この人にはこの薬が必要ですよ、まあ、この薬を出します。でお医者さんが処方箋を書いてくれるんですね。でその処方箋を薬局、ああいう処方箋受付って書いてある薬局に持っていくと、お医者さんが出してくれた薬を買うことができます。ドン・キホーテとか松本清に売ってる薬は処方箋がなくても自由に買うことができます。でも病院でもらった薬が欲しいときは処方箋がないと買うことができません。こういうドラッグストアの中に処方箋を受け付けているところもあります。ベトナム料理もあります。美味しそう。インドネシアバリ料理、クタバリカフェ。もう見た目がインドネシアっぽい雰囲気ですね。ここいい感じの商店街ですね。横山町2丁目商店街。わっ、山が見える。皆さん見えるかな？あっちの奥の方に山が見えます。あー、なんかいい雰囲気ですね。ここ、そこにレンタカーがあります。レンタカーは車を借りるところです。皆さんは車を運転することができますか？車の免許を持っていますか？コメントで教えてください。私前動画を出したんですけど、私も運転できるんですけど、免許を持ってるんですけど、私はペーパードライバーです。ペーパードライバー、意味は免許を持っているけど全然運転しない人のことを言います。はい、皆さん、八王子 Vlog はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？今日も最後まで見てくださってありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。いつも素敵なコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。